そうしたなら平和への祈りってありますね。6、修行生活上の心得。7、平和への祈り。マハーゴーシャーナンダ氏の祈り。まあ他の翻訳ではマハゴサナンダってなってますが、マハはマハーですね。ゴーシャーナンダでゴーシャーナンダって言います。でも、まあ筆記はどうでもよろしいです。まあこういうふうに、なんていうの、叩くとね、疑われるんですよね。池田さんも、マハゴサナンダじゃないですかって僕に言うんだよね。まあ、マハープラスゴーシャプラスアーナンダだから、僕はマハーゴーシャーナンダと書きたいんですって言うんだけども、他の、まあ、英語しかわからない人たちが訳すとマハゴサナンダってなるんですね。シバーナンダ先生、チダーナンダ先生って僕言うんですよ。こう聞いてても安福さなんかチダナンダって書くでしょ。チダーナンダじゃなくチダナンダって書くでしょ。だから一字一句聞いてっていうのはやってないわけね。自分の先入観念で聞いてるわけね。シバーナンダって、僕何度も何度もチダーナンダ先生来た頃から言ってても、招聘したインドに何度も行っている人でもシバナンダって書くんでね。シバプラスアーナンダだからシバーナンダなんだ、シバーナンダなんですよって教えてあげても、やはり次はシバナンダっていうしね。チダーナンダは安さん何度も説明しましたが、チット CIT ね、チットプラスアーナンダ、アーは超音記号、アーナンダ ANANDA、 アーナンダチット意識ね、サットチットアーナンダのチットですよ。識アーナンダ至福ね。サッチダーナンダのサトが取ってチットアーナンダでチダーナンダってインドにはたくさんいるんです。その前にサトをつけてサッチダーナンダっていうのもたくさんいるわけなんです。チダーナンダ先生のはチットのアーナンダ、色の至福っていう意味ですね。で、ジって書いてるけど、ジっていうのはね、ジ、アイのアイが超音。ジっていうのは何々さんっていう意味です。あるいは何々様。で、宗教だとちょうど日本語の老子の老に当たるようなもんですね。ですから、チダーナンダジー、チダーが長くなって、最後のジーが長くなるんですが、これもインドに行ってる人たちでもジって書きます、みんな。ジーって書かないですね。チダーナンダジー、チダーナンダジーって書くんですよ。で、チダーナンダジーって言ったら、もうチダーナンダ様とかチダーナンダ先生っていう意味がありますので、そのチダナンダジの後にまたシつけるとおかしいんですね、日本語としては。ですからチダナンダシって書くか、あるいはチダナンダジでやめてシは取るんですね。って何度も説明してんだけども、あんまり聞いたことないように安口さんは思うでしょ。安口さんいるところでも何度かは説明してるんですけどね。いや、それだけ頭に入んないんですよ、誰も。なかなかね。まあ、サンスクリットだったら中村さんは頭に入ると思いますがね。サンスクリットのことは説明しても、安口さんたちみたいに英語ぐらいしか興味ないと、なかなか聞いてても頭に入んないよね、それはね。何べんもプラーナーヤーマって言っても、タトマリコさんたちでも録音を起こしてくれると、録音起こしね、昔で言うとテープ起こしみたいな、プラーナーヤーマって書くしね。なかなかその通りっていうのは難しいではありませんか。見てその通り、聞いてその通りってなかなか難しいんですよ、これは。発音はどうでもいいけれども、内容はもっとその通りっていうのは難しいのね。だって内容わからないんだもの。わからないものそのままって言っても、それは非常に難しいね。まあ、余計な話はともかく、マハーゴーシャーナンダ氏の祈り。カンボジアの苦しみは深く大きい。この苦しみから大いなる慈愛が生まれる。皆さん苦悩を味わったから、なんか救いを求めてカウンセリングとかヨガに縁づいたんであってね、何の苦しみも味わわなかったなら、おそらくね、ヨガとかカウンセリングとかそういうのに行かないと思いますよ。でも、その悲しみとかね、苦しみを引きずったまま、修行の方を小さくして苦しみを大きくする。さっきの図で言うと、その斜線の部分の方を大きいままにして、白い観念の館を小さくしておく。そういうことでは解決できません。パワーを逆転しないと。ですから、その
観念の館でもいいんですが、そこに見据えての語録を置いて、それと自分の実際の現実生活をどう捉えたかという脳のあり方、それをチェックしていって、あるいはそこから光を当てていって、次第にその暗い部分をね、明るくしていくわけです。知恵の光で照射していってね、ファイル一つ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 置き換えていって、そうしたなら、それまでの苦悩がね、その慈愛に、ここで言われているように、苦しみからこそ大いなる慈愛が生まれるってなってくるわけです。あの辛い体験があったから今の私があるっていろんな人がよく言いますでしょ。だからそのように転換変容できるかどうかなんですね。まあ実践が足りないとそれうまくいきませんでしょ。考えるだけでは、そう思うだけでは、そのどちらが強いかって言ったら、現実世界の執着世界のパワーの方が強いわけですから。カンボジアね、あれほどの苦しみを味わったけども、マハーゴーシャーナンダ氏たち、その他の人たちの努力が実って少し平和になってきたけれども、ちょっと平和になると今度はまた、例えば軍部とかね、財閥とか、そういう人たちがパワーを増やしていって変なことを始めるわけですね。ミャンマーも少しずつアウン・サン・スー・チーさん解放されつつあって、だんだん良くなるかと思うけれども、今度は軍部が少数民族の女性たちを集団レイプして何年間も何年間もやってきて、大問題になってきてるでしょ。ですから表に現れる前には陰でね、権力者たちが、権力ってお金だけじゃなく、軍部とか 武力的な力を持っている人たちが、まあ何の罪もない人たちを虐げるんですよ。だから苦しみから慈愛が生まれて、カンボジア、ミャンマーがね、再生されつつあるなって、そんなたわけた希望の光だけ見ててはいけないんです。もっともっと暗い部分も見ていかないとね、カンボジアがどうか、ミャンマーがどうかなんて言えないわけですよ。大いなる慈愛は心に平和をもたらし、平和な心は人を平和にし。ですから、基盤になるのは個人個人の心の平和なんですね。社会平和、世界平和って言ったって、お祈りしましょうって言ったって、お祈りする人たちが家に戻れば夫婦喧嘩、あるいは、まあ、学校の先生、校長先生、あるいは宗教者であってもね、教育ではいろんな立派なことを言っても、実際には、出会い系サイトで少女買春とかやってるわけでしょ。言うこととやること、まるっきり違うわけでしょ。ですから、おそらくね、さっきの図で言うと、その観念フォルダ、白い観念フォルダーのところに、そういう人たちは自分の本音、欲望フォルダーをきちっと作ってるんだと思うんです。そして、その執着世界、現実世界では、理屈としては私は教育者だから、宗教者だから、このように発言しなければって、世間の価値観に合わせて本音じゃないことを言ってるんだろうと思うんですよ。でも夜の帳が降りてくれば、その欲望フォルダに意識は移っていきますので、マウス、皆さん見て、画面動くでしょ。その皆さんが書いた図にね、ボールペン中村さん持って、それがマウスだと思って、暗いところに当てておくでしょ、斜線のところに。そこに、まあ中村さんが男性の教師で、もう学年主任でね、あんな立派な先生いないと、もう学校からも PTA からも言われてるとね、で生徒たちにからも人気あって、お前こういうことしちゃいかんとか、職員室に来ると、まあお前と俺だけの間にしてやるから、今回は許してやるからだって、そこでやってるでしょ。そうすると、そのほらね、ペン先、夜の帳降りて関連フォルダに行ってください。ずっと持って行って、はい、帰りいっぱい引っ掛けて、あの子にね、13歳のあの子に電話して、ホテル予約してあるし、そこに行こうと、欲望フォルダですから、意識がどこに行くかなんですよ、問題は。マウス、皆さんのマウスという意識がね、どこに遊んでるかっていうことですよ。マハルシのところだけに遊んでてごらんなさい。頭の中にマハルシフォルダーあって、そこだけで遊んでたら何も起きないでしょ。スンマイル、ビークワイエット、静かにしてればいいとね。それが大きな抑制力持ってたとしたら、例えば中村男性教師がですよ、
夜は出会い系サイトでって思ってもね、マハルシがスンマイル、ステイクワイエット、静かにしてなさいって、そのがパワーを持ったら、じゃあよしとこうってそこで獲得できるんです。その思いは誰に起こったのか、はい私にです、それ何度も繰り返しなさいって言われたら、ずっとやってると10時11時眠くなって寝て出会い系サイトに行かなくてもよくなるから、それ繰り返し繰り返しやってると、マハルシの言葉のパワーが勝って、その関連フォルダの小さい丸がどんどん膨れてくるわけなんです。でも頭いっぱいになっちゃったらね、マハルシと同じようになるわけですよ。ただそれが皆さんなかなかその両性の腫瘍を大きくしないもんでそれは両性の腫瘍だから、脳にできた腫瘍だからどんどん大きくしなきゃいけないんだよ。悪性の腫瘍だったら頭いかれて死んじゃうけれども、その皆さん大きくしているのはその斜線の方の悪性の腫瘍じゃない部分ね。世間法と出世間法では価値が逆転しているわけですから、両性の腫瘍をどうぞお作りください。でそれを大きくしていかないといけない。一人一人の心の平和が問題だっていうことです。ですから平和に生きていたなら、あなたは平和運動家なのですよって何度も言ってきましたけれども、皆さんが人を家に戻って、あるいは周りの人といさかいを起こしたりね、トラブルを起こしたりしないで、あなたが平和に生きて、あなたの周りに静けさがあるなら、あなたは立派な平和運動家なんですよ。主張なんかいらないんですよ。平和に、平和な人は家族を平和にし、逆考えたらわかるでしょ。主乱でその子もは仏は奥さんを蹴飛ばすわって言ったら、主乱の人は家族をね平和にしじゃなく不幸にし地獄にしっていうことでしょ。平和な家族は社会を平和にする。まあ、平和な家族が一軒でも小さな村小さな町にあったならね、まあ、希望の灯火ですよ。何か困ったことあったらあそこに相談に行くと、一家でね優しくニコニコ迎えてくれて、いろいろ悩みも聞いてくれると言ったら、それはオアシスみたいなもんですよ。地域の平和な家族は社会を平和にし、平和な社会は国家を平和にし、もしそういう家族だけの15、6世帯の共同体、まあ、ティクナタハンが真ん中にいてって、そういうようなね平和な小さなコミュニティ共同体があったなら、日曜たんびにみんなそこに行って悩み聞いてもらったり、おいしいお茶いただいたり、ウォーキングメディテーションも一緒にさせてもらえるとなったならね、その小さなコミュニティ共同社会はもっと周辺の大きな社会にとっての灯火ですよ。オアシスですよ。でそれがどんどん広がったとしてごらんなさい。地球を見たなら、なんてこんな美しい平和な星があるんだろうって見えるけれども、そうはならないでしょ。もう戦争ばっかしでしょ、紛争ばっかし。それは一人一人の心にね、恨みつらみの方が大きいからですよ。ゴータマブッダが2500、600年前に言ってくれたけれども、誰も恨みを解消しようとしないでしょ。自分の心の恨みを解消すれば、もうこの世に恨みは存在しないんだって2500、600年前に言ってくれたのに、実現しないどころかますます紛争が多くなってきてるわけでしょ。だから一人一人の心の恨みつらみ怨念などがね、どんどん時代とともに肥大化してきているっていうことですね。みんなが幸福に平和に生きることができますように、アーメンと、まあマハーゴーシャーナンダ先生やティクナタハン先生みたいな人がね、本当の仏弟子であり現代のブッダとも言えるような人たちがもうちょっと数多くなってくれたらと思うけども、ボンさんもボスさんもアンポンタンのヨガイチョルたちもね、何やってるか分かりますよね。まあこの表情を見ただけでこれは慈愛の権化と思いません？加藤さんなんかこれ見た時もうね、涙出さんばかりに感動してもう恋をしたと思うんですよ。このマハーゴーシャーナンダ先生にね、チダーナンダ先生じゃない、ティクナタハン先生とはまた違った味わいを持った
こういう表情、表に現れた情は一体どういう発色なんだろう。そりゃ、この自匹者の実化とは言えないけれども、自匹者に満たされたエネルギーですよ、大発色にね。それが表にこう出てきてるんでしょ。ここに皆さんが目にするようなボンさんとか、あれ NHK の心の時代に出てくるような人のね、写真隣にいたずらして、HTML でテーブル作って並べて置いてごらんなさい。いかに生臭いかってもうはっきりわかるから。いや、ほんと、比べたらわかるんですよ。比べないとテレビに出てるんだなぐらいに思うけどね。まあ、そういう比較もあんまり良くはないかもしれないけども、いいものをわかるためにはね、生臭いものと並べてみたら、見分け方ね、覚えて。で、世間の人も見たら、心の清らかな人もちょっといるしね。あと、みんな儲け強そうな顔してるな、梅もっと受けてもっと儲からんかなっていうような顔してる人が、まあ7、8割だなとかって、パッと見たら、先ほど言いました雰囲気でわかるわけです。存在しているだけで全てを語ってしまうんですよ。よろしいですか、そこね。ゴーシャーナンダ先生の本は、まあ翻訳も出てますし、僕たちの教材もありますから、繰り返し繰り返し未読味わってお読みください。まあこういう人は50年とか100年に1人ぐらいしか現れませんのでね、人類の宝だと思いますけれどもね。平和への祈り、まあ言葉じゃなく、この人はね、その表情でもう平和そのものをみんなに伝えているように思います。